続きまして、太陽、ユダから。僕は何もしません。何やめてるの？さっきから何もしない。こんなにイケメンス持ってるからって、やさぐれてるでしょ。本当にマジで何もしないですよ。お前何もしてる。化粧水とかもないし。シンって言うなら髪の毛のセットぐらいです。シンプルが一番濃いと。そうなんですよ。じゃあちょっと香水、シュッシュやるぐらいです。あるんじゃん。それ以外は。でもそれってみんなやってるじゃないですか。やんないですか。やります。やります。それ以外はもう何もしない。ユータ怒ってるの。ユータ怒んなよ。怒んないで。え、でも本当にマジで何もしないです。マジで、ユータ一緒に住んでるから、多分こいつ来よ。本当何もしない。まあ、何もしない。ヒゲとかも全然生えてこないし、剃らないし。マジで？生えてこないんだ。生えてくるんですけど、やっぱ肌が黒いからちょっと見えないですよ。見えない。生えてて、もうあんまりわからないから別にいいかな。あー、なるほどね。でも匂いは大事。香水。ヒンゴさんめっちゃいい匂いするからね。いや、するよ、そっからでも。まだしない。まだしないってない。多分、あのなんか、防御が。あ、言うわ。あー、言うわ。あれが臭いの。むしろ。いいのか。続きまして、ゆうや。俺も何もしてないっすね。おう、それしかも毛深いし、うん、ヒゲとかめっちゃ濃いし、体毛も濃いから、別にそれなのに嫌われてないんで、別に。ね、今日太陽と月やっさぐれてるの。ね、若いから。でもやっぱ俺は違うんですよ、俺らイケメンじゃないから。分かんないです、分かんない。ただそれだけっす。イケメンだよ、イケメンだよ。ただそれだけっす。しかも俺は、その俺の毛の処理とかも怠ったりとか、僕寝顔とか汚いじゃないですか、男って。うん、でそれでも好きでいてくれる人じゃなきゃ俺は嫌です、ね。お前かっこいいこと言うな。全てを愛してくれる。そうそうそう。でだから自分の顔も好きでいてくれる人じゃないと俺は付き合えるんです。ああ。待って、いいこと言う。聞いたことあるんですか、それ。聞いたことある。どっかから来ました。で俺ですか。そう、多分ね、それはね、俺の友達も同じこと言ってた。ああ。ダッセー。いやでも楽しいことだよね。まあまあまあ、で、まあそうっすね。で結婚したらね、毎日見られるわけだもんね。なんですよ、チンコさん。なんか努力してることを、まあみんなと本当一緒、毛の処理とか清潔感保つために何かしら肌のケアしたり、まあもちろん歯とかも全部、そういうの美容系はお金かけるようにし。あー、すごい。うん、ないじゃん。匂い別な女の子って多くない？多い、ね。だから香水の匂いとか結構、いや、ずっとつけてた方がいいんだな。ずっとっていうか、結構頻繁につけてる方がいいって聞くけどね。臭すぎる人いるじゃん、つけすぎる。程よくが一番いい。だからつける場所っていうのが香水も、ね、あるんですか、つける場所。そう、だからみんな手首とか耳の裏つけがちだけど、はい、汗かくとこが匂いが出るから膝裏とかがいいと思う。へぇ、はい、あ、マジですか。へぇ、はい、そのままに匂いって上に上がるから、脇とかでもいいですか、脇の下。脇はね、多分混ざるから良くない。あ、良くないですか、脇は。もう最近から言ったら、そう、脇言うて。お前言うなら、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 耳に何か入ってくるんだよ。耳に何か入ってくる。緊張しとんのよ、いっぱいいるからな。せめて脇ぐらいはみんなに言うてくれたら。じゃあ、クミちゃん、そろそろ告知いく？あ、声がいいの？あ、俺はさっき止まっちゃったから、ちょっと気にしてんのよ。あ、いいよいいよ。あ、大丈夫。いい、今一緒に それが一番イケメンよ。うん、ありがとうございます。でも大体コメントでさ、俺喋ってる時さ、他の人イケメンのコメント入るんだよね、大体。大体入るんですよ。今日入ってます、ね、今日は入ってんのかな。今日入ってますか。逆に今まであれだよね、入ってない。心折れるから知りくんない。そう、心折れるから。最近アンチを結構ね、喜んでたんですけど、最近逆にいなくなってきちゃって、ちょっとなんか寂しいんですよね、そのアンチがいなくなって。なんか褒める、頑張れとかに回ってきちゃって、ちょっと逆に寂しいんですよね、その同情されちゃって。同情される、本当に一番辛いやつ。一番辛いそれがイケメンとして努力してることなの。いやきっかけはそれでお願いします。アンチを味方につける。アンチを味方につける。はい、そんな感じですね。そろそろすいません、私の抜け時間になりましてですね、ちょっと告知の方をしたいんですけれども、主演映画ゼロが短編映画なんですけれども、9月5日に公開になります。ぜひ、前売り券はもう売り切れちゃったんですけれども、当日券販売されるとのことなので、ぜひ見に来てください。詳しくは、組吉ツイッターの方で書いてありますので、あと毎週第1、第3日曜日ですね、インスタントジョンソンジャイのサンデーちゃんのラジオをやってますので、ぜひ皆さん聞いてください。そして最後に、
いつに返すも全員が出演するこんなにイケメンたちが揃うね中で、あの私とあとコヘクとあと MC ちゃんとシンゴさんが、ね、と MC を頑張りますのでぜひ完璧に問われんな完璧にぜひ、ね、見に来てください、よろしくお願いします。ちょっと私ここでお先にあ出たので、あの MC をね、香りはいるの？慎吾さんに、はい、お願いしようと思って、はい、すいません、お願いします、お願いします、イエーイ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 、やばい、なんか緊張するな、クミちゃんがいないの初めてだから、心配よ心配よ、配信見ててね、移動中すげえ、ちゃんと見てる、なんかこの、ふわっとして帰るのいいな、その中に帰ってくる、好き好き好きなのこういうやつ。いやいいね、でもせっかくなんでね、ちょっとクミちゃんの男ばっかり、男だらけですね、本当に男だらけ、そうですね、せっかくなんで男だらけってことだから、ちょっと一回今までイケメンについて話したし上げ直そうということで、ね、やっぱりマンデットは女性で MC いなくなったら多分やる気なくしてる、なんでなんでちょっとテンション上げたいということで、なんか俺も聞きたいなと思ったけど、テンション上げ曲どうする、どうする前のやつ入れないと、もしかしたらアンケートっていうのか、俺の可能性もあるからね、せっかくならちょっとドライバーの歌ってもらってるんだけど、最後つけてる、僕らでいいですか、お願いします、さっきだって出だしテンションダダ下がった、バラードの曲、ああいう曲しかない、ああいバラードスタイル的に、ちょっとなんかアダル曲を、アダル曲、ね、アニソンみたいになっちゃう、おいいじゃんいいじゃん、アニソン君の知らない物語です、スーパーセブンっていう女性バンドのカバーの俺ら、化け物語のアニメの曲で、はい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 、そのカバーカバーで、おいいね、じゃあワンコーラスだけ、おいお願いします、お願いします、よし、よし上げてこう、星が降る予定いつからだろう、君のことを追いかける私がいた、どうかお願い驚かないで、聞いてよ私のこの想いを、はい、いいね、いいね、よかった、テンション上がったわ、知ってる曲でよかった、バンケットってでもワンフレーズくらいで語れるみたいに、おテンション上がる、おぉ聞きたいですね、テンション上がる歌すか、いや別にもちろんなるんじゃん、聞きたいです、聞きたい、聞きたい、聞きたい、おぉ、やっちゃえ、やっちゃえ、まあ、全然、全然、何でもいいです、もう今も自信満々で俺らに勝てねえんだ、ミスタレ、ミスタレ、はい、じゃあ行きますか、そうそうそう、大丈夫かな、確かに、はい、お願いします、はっ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 
バンケットの歌で。うまいです。うまいと思います。俺らもよく歌うんですよ。空っていう歌、うん、ライブでカバー。この前もカバーしたばっかで。ありがとうございます。いや、俺らも歌うよ。うまいもん。そうだ、クモドラ、バンケットからみたいなタイプ。すごい個性あっていいと思います。歌うまいです。どんな褒め方？クサッ、個性ちょっと上からない。クサッな状況じゃない。個性あって言ってもらう。たぶん、歌声の個性で言ったら、たぶんこの歌声が強いんじゃないですか。俺らも本格があってくるんじゃない、たぶん。いいね、本格化ってきてる。本格化。そう、そしてなんかリクエストも何のリクエストですか。何のリクエストですか、それ。来たーってネタなのかな、これ歌のリクエストですか。本当ですか、これ、もう声の歌聞いてもいいかな。あ、大丈夫だよ。はい、あの、自分、あの、アーティスト売ってます、一応。おはい。おだからといって、うまいというわけではありません。先に釘を打つのか。はい、自分で初めに言っときます。じゃあ、なんか、同じ歌の方がいいですか。そのものが比較しやすいですかね。いやいやいや、勝負すんの。でも何がいいのかな。何がいいんですかね、リクエストとか。まあ、何でもいいんじゃないですか、自分の好きな。自分の何でもいいですか。あと歌えればいいですよ。あ、終わりました。じゃあ、じゃあ、空も飛べるはずです、ピッツさんの。あ、いいですね。おぉ、いい。出るかな、ちょっと高い曲選びすぎちゃった。で、いきます。さ、サビ4番目。はい、頭から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 この胸に溢れてる、きっと今は自由に空も飛べるはず。ありがとうございます。2回ちょっと息継ぎができなくなっちゃって、さっきの息継ぎで、さっきの息継ぎのこっから盛り上がるとこだったよ。ゴミで煌めく世界が僕たちをこん…すいません。集中集中すいません。疲労が来ちゃった。今日2時間半カラオケでちょっと練習してたんですよ。あ、はい、すごいね、それ。すいません、今こういうのが僕のあの売りでやってるんですけど、オチを作りました。どういうオチ？オチを作るのが自分の。そうです、オチを作るのがもう自分です。お願いします。俺、ホエ君、あの、このしゃべってる知らないんだけど、ホエ君って緊張しいな、こうしゃべってる。あ、でも、緊張、う歌うときは緊張しますね、やっぱ。そうです、ちゃんと、今のは、まあ、あれなんですけど、そのライブの時の歌とかは、やっぱちゃんと、あれなんで、見せなきゃいけないんで、緊張しますね、結構。緊張、はい。もちろん、今はすげえ緊張してる感じで、どうなの？いつもこんな感じ？いつもこんな感じです。全然まだもつかめないんですよ。違うんですよ、やっぱり、あの、自分も人見知りなんで、その、いつもは結構、なんていうんですかね、ふざけて止まんなくなっちゃうんですけど、今日はやっぱりクミちゃんもいないんで、止めてくれる人が多分いないんで。いるじゃん、いるじゃん。止めてくれますか？後ろに、一番後ろに止めてくれるって言うじゃん。俺みたいな顔してる。バクっても止めてくれますか？全然。いいんですか？いいっすよ。君と出会った。君と出会った。一回謝った。すいません、ちゃんとあのライブではちゃんとあの歌いますんで、よろしくお願いします。すいません。全然ダメだ。